録音を聞きながら河川に聞いた言葉を入れなさい。図書館、有料、高校時代、右手、不便、苦労する、おすすめ、小説、遅れる、授業、お見舞い、安心、 難しい印鑑登山一応借りる働く新鮮村まず質問を聞いてくださいその後問題用紙を見てください読む時間がありますそれから話を聞いて 問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください1番図書館で男の学生と係の人が話しています図書館のパソコン室で何をしてはいけませんか すみません。パソコンを使いたいんですが。はい、どうぞ。あの、インターネットは使えますかええ、利用できます。でも、メールはご返力ください。わかりました。あと、プリンターはあ、プリンターはお使いになれますが、有料です。あ、そうですか。それなら、DVD は見られますかはい、大丈夫ですよ。 図書館のパソコン室で何をしてはいけませんか二番女の人と男の人が話しています男の人は今どのスポーツをしていますか ねえ、田中くん、サッカーが好きうん。ボールを使うスポーツっていいよね。サッカーとかバスケットとか。山田さんは私私も小さい頃からサッカーが好きで、今でも時々見に行くのよ。そう。何かスポーツしないのうんうん。スポーツは見るだけ。田中くんは 何かスポーツしてる僕は高校時代テニスをしていたんだけど最近は卓球をしてるんだやってみたら結構面白くてねへえそうなんだ私もやってみようかな男の人は今どのスポーツをしていますか 3番大学で女の学生と男の学生が話しています男の学生は何が大変だと言っていますか 田中君どうしたのその手に包帯してああこれ先週の金曜日学校の帰りに自転車に乗って転んだそう右手だと鉛筆も持てないし食事するのも大変でしょいや僕は左利きだからこれは問題ないんだけどやっぱりいろいろ不便だよ包帯が濡れたらいけないから 頭を洗うのに苦労するし。大変ねしばらくは自転車にも乗れないねうん今日もバスで来たんだけどたまにはバスもいいね男の学生は何が大変だと言っていますか 4番男の人と女の人が本について話しています男の人が読もうと思っている本は何ですか 佐藤さん、ん何のの本読んでるのこれ「赤い山」っていう歴史小説日本の僕も何回読もうかなみんなどんな本読んでるんだろうそうね「海の友達」っていう本みんな面白いって言ってるわよでも私の一番のおすすめは「海の見える家」老人と子供の話なんだけど 最近読んだ本の中で一番のおすすめだよ海の見える家ねあとね、アジアの青空もいいわよインドやタイを旅行した話私、行きたくなっちゃったへえ、面白そうだねでも今回は佐藤さんの一番のおすすめを読んでみようかなじゃあ明日持ってきてあげる 男の人が読もうと思っている本は何ですか五番留守番電話のメッセージを聞いています。加藤さんは何時ごろ着くと言っていますか 加藤さんです。加藤です。 今日4時半に田中さんと3人で会う約束でしたが、1時間ぐらい遅れそうなんです。事故があって、もう30分も電車が駅に停まったままで、さっき連絡があったんですが、田中さんは授業が早く終わったんで、4時には着くそうです。すいません、とにかく急いで行きます。 加藤さんは何時頃着くと言っていますか。六番。テニスの先生と学生が話しています。今日。 練習に来られないのは誰ですか 今日、練習に来られないのは、山下と鈴木だな。えっと、山下さんは遅れるけど、来るって言ってました。そうか。本田さんと永井は来てるかまだです。本田さんは鈴木さんのお見舞いに行ってから来るそうです。鈴木の調子はどうだだいぶいいようです。 二三日すれば練習に来られるそうです。そうか、よかったな。あ、永井さん来ました。遅いぞ、永井。今日、練習に来られないのは誰ですか 7番、お母さんと息子が話しています。息子は何が嫌だと言っていますか。 どう今の会社みんな仕事が好きな人ばかりで活気があっていいよじゃあつぶれる心配はないよねうんそれは安心してるんだでもちょっと疲れてるんじゃないのうんこのところ2週間休みなしひどいねそれはいいんだけど人事の仕事には向いてないようで疲れちゃうんだそうなの。 息子は何がいやだと言っていますか。八番。男の人と女の人が話しています。女の人は今何を作っていますか。 あれ編み物今度は何を編んでるのあ、これセーター。この前も編んでたでしょうん。あれは私のマフラーと帽子。これは母にあげようと思って。へえ。編み物って面白いうん。難しいけどすごく面白いよ。どんどん編みたくなっちゃう。これができたら、 次は、自分のセータータを編むつもり。へえそうなんだ木村さんも始めてみたら教えてあげるよ女の人は今、何を作っていますか 9番男の学生が大学でキャンプ用のテントを借りようとしています。あと何が必要ですか すみません。サークルでキャンプに行くんで、テントを借りたいんですけど。代表者の印鑑がいりますけど。ええ、ハンコあります。あ、じゃあこの申し込み用紙に記入してください。あ、それから学生証も。はい、これです。お願いします。えっと、計画書はえ、それもいるんですか 本格的なな登山じゃないんですけど。規則ですからいつどこへ行くか書いて持ってきてくださいはいあと何が必要ですか 10番テレビで男の人が自分の仕事について話しています男の人は何が嬉しいと言っていますか 私は町に新しくできたスーパーの社員ですでも店の中では働いていません毎日車で新鮮な肉や魚など店の商品を遠くの村まで売りに行っています一日に5つぐらいの村に行きますお客さんは多い日も少ない日もありますが私の車が来るのを楽しみに待っていてくださいます 皆さんに喜んでもらえるのが、やっぱり私には一番嬉しいです。男の人は、何が嬉しいと言っていますか。